はい、こんばんは。今日は ペンキ塗りしてる看板作ってますよ。楽しい。もう数年、数十年ぶりにペンキでブラシで絵を描いてる。なんかコントロール Z、コントロール S、やり直し、フィルト、ペイントバケツのツールもないな。ブラシと音楽と集中力で作ってるんで、なんかでも楽しい、なんかずっと楽しんでる。暗くなってるからもうやめないといけないね。本当は集中力ちょっと切れてるんだけど、もうかなり楽しんでる。めっちゃ久しぶりに絵を描いてる。で、あとは気持ち的にこのプレイスペース、土地にちょっとどうするかってなんか悩みながらはまってたから、なんか動かなくなったけど、まあそれを置いといて、最近もう本当にできるって、って気持ちになってる。で、これはその行動一つ、看板を作ってる。だからもう近いうちに、本当にのだけプレイスペース、名前がある、ツイッターアカウントもある、フェイスブックもある、ホームページもある、検索してください。もう本当に自分の教育プロジェクトが始まるっていうのは嬉しい。だけどペンキ塗りすぎて長すぎて集中力切れてる。 めっちゃ疲れてる。はい、今日も見てくださって、言えなくなってくださってありがとうございます。じゃあね。